えー、おはようございます。えー、速即可塾の久保です。昨日、FX オリガルヒの一般募集が始まりました。で、えー、今までね、事前に内定を出させていただいた方、えー、振込講座がいつもと違ったと思います。で、今日からはいつものこの今ね、見えてる講座の方にお振込いただいても構いませんので、えー、こちらの方にお振込いただいても OK です。 で、前回お知らせした講座でも OK ですえ。というのがね、どうもですね、最近は、あの、入金に対して、銀行が確認をする例が多いみたいなんですよ。特に、いつも使ってる講座ならいいんですけども、しばらく使ってない講座を急に使い出すと、これは本当に正規の入金ですかっていう形で、えー、問い合わせがあったりですね、入金を一時ストップするという例があるそうなんですね。まあ、ですんで、皆様の方で、 オリガルヒの入金をしようと思ったのに、どうもちょっと弾かれるな、もしくはエラーが出るなと思った場合は、今表示のこちらの広島観光事業株式会社の方にご入金いただいても、 こちらの方はね、えー、普段から大きな資金が出たり入ったりしてますんで、こちらの方は全然スムーズにいくと思います。えー、ということで、えー、ちょっとね、心配になったんでお知らせしました。FX オリガルヒ追加情報をまたお待ちくださいませ。どうも、この度ありがとうございます。それでは3日までね、一般募集受け付けてますんで、えー、今日から fx オリガルヒをちょっとご検討の方とかね、参加を申し込もうかなっていう方は、今見えてる講座の方に、最初からこちらの方に、えー、お振り込みください。で、えっ、ー、と、重ねて申し上げますけども、昨日までに内定で事前に入金ということで、普段とちょっと変わった銀行講座をね、私の方がお示ししました。えー、今日からこちらの講座でも OK ですんで、いずれも使えますということをお知らせしておきます。それでは、失礼します。